ようございます。カモンマテリアル、マテリアルの高見ものです。マテリアルのあゆみです。カムイの日浦です。よろしくお願いします。この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございますということなんですけど、はい、はい、なんと今日4月30日でございます。もう7月終わりですね。はい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 、暑いですね。暑いですね。もう今日ここ来るまでにものすごい体力奪われて死にそうになりましたけど、はい、はい、溶ける、溶けそう、はい、さあそんな溶けそうな、はい、7月30日はどんな日でしょうか。7月30日、はい、梅干しの日です。お和歌山県のみなべ町にある、うん、はいはい、農家さんが制定いたしました、はい、この日は、新物の梅干しが食べられることから、はい、記念日が作られているんですが、はい、梅干しは健康によく、梅干しを食べると難が去ると昔から言われてきたことから語呂合わせで難が去るの語呂合わせで7月30日が、梅干しの記念日となっております。この日の宇野国、はい、午前6時から8時頃に、はい、その年の恵方に向かって食べると運気が高まり正義が、正気がみなぎるとされています。うん、というふうにね、なんか恵方巻きの方に、なんかどっかで聞いたことあるよね。恵方巻き？なんか恵方梅干し？恵方梅干しをするとなんかいいそうですよ。なるほどね。はいはい。はい、まあ、なんか僕らの世代やと梅干し食べてスッパマンとか、ね、古いやいやいや、でもね、今ドクタースランプあられちゃん結構また人気が出てきてるっていう、ね、面白いですよね。割とね、古いやつがまだリバイバルで出てきてるっていうのがあって、この秋にあれでしょ、うるせえやつらが復活する、アニメーションで、アニメーションで、そう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 、新しい、前のキャストとは全然違う、ラムちゃんに諸星当たるに、すごい、チェリーとか、そうそうそう、面堂周太郎とかね、ああ、いましたね、そう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 、宮野守君やったはずですけど、ね、確かに声優さんは、はい、ね、これがね、なかなかね、面白そうなんですよ。はい、まあ、あられちゃんから全然違う話で飛んでますけど、梅干しの日から、はい、梅干しの日から全然違うところ行ってますけど、はい、はい、そしてもう一つ、はい、プロレス記念日です。お、来た来た来た1953年、昭和28年の7月30日にプロレスラー力道山が中心となり、はい、日本プロレス協会が結成されました。はい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 、日本プロレス、はい、で力道山さんは、大相撲の元力士ですよね。 そうです、はい、その後プロレスに転身して、はい、まあ、第二次世界大戦後に日本のプロレス界の礎を築いたことから日本プロレス界の父とも呼ばれております。はい、でこの当時にね、テレビ放送も始まったっていうことから、はいはいはい、すごく人気があって、絶大な人気を誇っていた力道山さんです。はい、はい、まあね、はい、ちょっと前にも一回ね、プロレスの日というか、うん、ありましたね。その今ちょうどほら言ってた、力道山が、うん、その街頭テレビでね、はい、やってたっていうやつの記念日を一回紹介したことがあると思うんですけど、はい、ね、新橋の街頭テレビの前に2万人が集まった、うん、見えへんやろ、ね、絶対見えへん。2万人すごい。そうそうそう、プロレスの日が2月19日です。ああ、そうそうそう、だから、はい、力道山と、木村雅彦対シャープ兄弟っていうね、うん、もう本当にすごい対戦カードがあったんですけどね、うん、もう何、太平洋戦争で負けた 敵国というか相手国のアメリカ人の2人を日本人のね、はい、プロレスラー2人がもうバッタバッタと投げる、逆水平チョップで倒すとかね、空手チョップで倒すとかね、いうのでものすごいみんなが熱狂したっていう、そういうやつなんですけどね、はい、まあ、そういうところからプロレスって実は日本のプロレスってね、始まってるんですけど、はい、今やもうあれですけどね、なんていうの、ネットで、うん、見れたりとかするんで、そうですよね、はい、会員になったらそれ見れるみたいな感じになってて、うん、もうアメリカとかいろんな国で実は、うん、新日本プロレスとかノアとかのプロレスをみんな見てたりとかして、うん、テレビ放送ない代わりにみんなネットで見てるんですよね。あ、はい、そうですよね、はい、なので世界中にファンがいるみたいなんで、うん、どこ行っても興行成功するみたいですね、うん、はい、大人気みたいです。興行自体はどんどんやってるんですね。やってます、やってます、やってます。見ないだけで。見ないだけ。あ、放送がないの。そうそう。だから、かわいそうなのはインディーズ系の独立系の団体はそういうそのチャンネルを持ってないから。ああ、そっか。そうなんですよ。だから、なんていうの、
アクセスできないんですよ、お客さんに。だからもう昔ながらにチケット手売りみたいな形で頑張ってやってはります。はい、そんな中でもね、大谷慎二郎選手がね、試合中にね、あの首怪我しちゃって、下半身首から下が一切動かないっていう状態で今闘病状態でね、頑張ってらっしゃって、ついこの間もあの大阪でもね、あの試合があったんですけども、私ちょっとした事情がありまして、外へ一切出れなくてですね、欠席してしまったっていうちょっと残念なことがあったんですけど、はいはい、まあそんなこともあります、はいはい、そんなプロレスの日と、そんなプロレスの日です、はい、はい、以上この日なんの日でした。はい、はい、それではですね、はい、今日はですね、まあこのプレゼンありかなしかなんですけども、はい、やってきましたよ、やってきました、会ってきました、お会いしてきました、会ってきました、はい、ついにこの時が来ました。はい、はい、多分あのこのインタビューシリーズの中で最大の大物ではないですか。もうやってきたよ。いや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 、だって時効警察シリーズとか知ってるよね、みんなね。小田切城がね主演してね、うんうん、やってたあの時効警察シリーズもそうですし、うん、はい、あと多分ね、タモリクラブ見たことあるよね。うん、あります。ごっつええ感じっていう番組ありましたよね。ありましたね。それの構成作家をしてた。お、時効警察脚本も書いて監督もやってるね、三木聡監督。はい、ですよ、ですよの最新作、はい、コンビニエンスストーリーという、作品の、まあ、取材でね、はい、三木聡監督にインタビューをさせていただきました。はい、すごい。いや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 、どんな話やったのかっていうのはね、もう正直言って僕が一ファンになってしまって、もう危うくインタビューを忘れるんじゃないかなっていうぐらいあのやばかったんですけど、うん、あのなんとか頑張って踏ん張って、コンビニエンスストーリーのインタビューとして、見れるような形にはなっております。はい、はい、で、まあ、またしても言っておきますけども、フルで30分喋ってきました。でそれを無理やり10分にしています。はい、なので、だいぶ煮詰まってるとは思いますが、うん、とりあえず見ていただいて、はい、それからいろいろ話をしたいなと思うので、わかりました。まずはこの、インタビューをご覧いただきたいと思います。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。ありえないけど、ありえました。あのさ、犬人間って置いてない？コンビニの冷蔵庫を抜けるとそこは異世界だった。そんなバカな。うわ、たどり着いたのは望んだものが何でも見つかる不思議なコンビニ。あなたはここの店員ですけど。あら、あなた。いやいや、どうした恵子、よかったら泊まりませんか、うちに。仕事は？脚本を書いてます、映画の。なんか面白い物語とか売ってないんですかね、コンビニで。映画の脚本って自分の理想を書くの、それとも現実を書くの？奇妙な三角関係の果てに待つのは喜劇か悲劇か。すごいじゃない脚本。ガー、私をどこかへ連れてってくれないかな。え、コンビニ発ちょっと異世界アドベンチャー。おかしな話だよ。コンビニエンスストーリー。はい、それではですね、はい、今日はですね、コンビニエンスストーリー、はい、という作品の監督でいらっしゃいます、三木聡監督に、インタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、三木です。はい、はい、もう三木監督はですね、まあ、僕が、若い時からずっといろいろ見てた、番組を数々されていたっていう。そうですね、放送作家をね、そうですよね、だからあのタモリクラブとか、はい、ごっつええ感じとか、はい、であと、まあ、ドラマでいうと時効警察とかね。そうですね、はい、もうその辺を担当されたというか、まあ、書いてらっしゃったんで、はい、まあ、その辺の話もね聞きたいんですけど、はい、10分しかないので多分その話、はい、ちょっとこの、インタビューの後にちょっと、はい個人的に気がしているとしてですね、まあ、もうお話としてはもうこのコンビニエンスストーリー、はい、まあ、まずどんな作品かだけちょっとまずおっしゃっていただいてよろしいですか。ですね、ある脚本家が、ね、成田凌さんがそうなんですけど、はい、成田凌さんがそうなんだけど、脚本家が、ある事情で山のコンビニの中に迷い込んでたんだけど、そこが普通の世界ではなかった、うん、そこに美しい前田敦子の結婚してる人妻の、女店主が出てくるんですけど、はい、その、前田敦子と成田凌がだんだん、はい、不倫の関係になっていく、はい、でもその不倫は
真っ当な不倫ではないんですよっていう、そんな話ですね。はいはい、まだ異世界にはまで迷い込んでるっていう、そういう映画ですね。そうですね。だからもう僕いつもぐろ福蔵が出てくるのかなと思ったら、そうですよね。これドーンみたいなやつ。そう。いつ出てきてもおかしくないよなと思います。まあそういうやつありますよね。トワイライトドーンだ、はい、それこそ、はい、もぐろ福蔵、はい、ね、世にも奇妙なとか、はいはいはい、世にも奇妙なもんやってらっしゃる。やりましたね。だからそうなんですか、いろんな要素がぶち込まれてるというか。まあそうですよ、はい。だからまあいわゆる50年代とかのフィルムノワールの映画とか、はい、まあ、それを別解釈で作っていったその、デビッド・リンチだ、はいはい、コーエン兄弟だとかもそうなんだけど、はい、元を正すと三世塔通り的な映画だったりとか、まあそれを2022年に自分がやるとどうなるかなっていうことはあって、もともとはマーク・シリングっていう、はい、あのアメリカ人ライターの企画で入ってる、もともとだから、映画の宣伝だったりあの論評だったりを書いてる人なんですけど、はい、グリーネの映画祭の時に一緒になってる、はい、でまあ監督こういう、外国人から見るとなんか日本のコンビニって変なんだ、なんかちょっとした、ね、異世界感が、はいはいはい、なんかこの苦笑品揃えとこの夜中にやってるこの感じみたいなのがあって、まあ、コンビニ行くと分かるけど結構いろんな人いるじゃないですか。そうですね、はい、ずっと天ぷら見てるなんかばあちゃんとかいて俺がいろいろ買ってまだ見てるとかっていうおばあちゃん、はいはい、そこ見つめて何があるんだろうとかってなんか異世界があったりするっていうなんかある種の奇妙さみたいなことを感じるんだ。でその人がなんかそのコンビニで異界に迷い込んでいくみたいな、このプロットっていうかシノプスみたいなのがあって、はい、で監督これって映画になりませんかねっていう話で、はい、まあ自分なりにいろいろ解釈してあのアジャストして変えてていいなら、はい、やってみますとかいう話になって、はい、この本が作っていくっていうことがあって、はい、その外国人の感じた違和感みたいなことが一つ最初にあったんです、うん、なるほど。でまあコンビニっていうことになって、まあ、そうなんですよね。だから面白いのがコンビニって面白いのが外国人から見たらその異界っぽいというか、うん、そういうなんかちょっと不思議な感じがするっていうのもあるし、あの日本人にしてみても、うん、映画の中でも出てきますけど、うん、アイウェイを50音順に並べてみたくないみたいな話してあるじゃないですか。外国の一文字の名前でゴーさんとかでガサさんとか50音全日本全部言ったら揃うんじゃないか。そう、まあ、だから割とその何ですかね、あの何年か前から、うん、こう、まあ、10年か20年ぐらい前からか、うん、だんだん店員さんが、ね、そう日本人じゃなくなっていっている、働いてるっていう、はい、夜の人は特になんか外国人の方が多くなってるみたいなところからちょっとなんかあの僕らもなんとなく異界っぽい感じを感じてるところもあったりとかして、ね、うん、日本にいるんだけどなんか日本じゃない感じする、うん、ない感じとかありますよね。ありますありますね、いつの頃からか、はい、でも一番びっくりしたのは、うん、相当早い段階で、うん、成田凌君が異界に入ってたんだなっていうのが、うん、ラストに分かってくるっていうところが、うん、あれがもうちょっとおおって言って思わずちょっとびっくりしちゃいました、ね、うん、はい、そう言ってもらえると、はいはい、あの実際そうなんですね。ですよね、まあ、ですよね、そういうことですよね。もうあそこで入ってる、うん、いやていうかもうその前に部屋であのね、乗り出した時点からがもうすでにいろんなことが始まるきっかけになってるなってるし、はい、だからまあ実際だからその意味の行く先を断ち切っていくみたいな、はいはいはい、だからそれ意味みんな意味のないことって怖いから、うん、それに恐怖があるし、はい、意味のこう連続かと思ったら実はそれが無意味だったみたいなことをまあ映画にしていこうみたいな。昔シティボーズって僕グループの、はいはいはい、ライブのやつとかやって、はいはい、大好きです、はい、でダルマを切ると小さいダルマが出てきて、その小さいダルマを切るとさらに小さいダルマが、はい、ずっといくとすごい小さいダルマが出てきて、その小さいダルマを切ると梅干しの種が出てくるっていうコントをやったんだけどずっと意味が連続してたんだけど、最後に梅干しの種が出てくることによってそれまでの法則性が一切無になって、そうですね、そういうカタルシスみたいなことを映画でやってみたいっていうのはあったんだよね。なるほど、そこか、うん、だからその意味が実際ずっと来るんだけど、はい、最後にあ、加藤ってそういうことなんだっていうことを今気づいてもらったんだけど、はい、そこでなんか今まで自分の思ってた法則性とか意味とか、じゃあ実際はそれは殺されてるかもしれないよ、うん、前田敦子の役の人が見た夢なのか、はいはいはい、薬中毒の、はい、ジグザグって片付けやってる役の子が見た幻想なのか、はいはいはい、
でも結局はそうなんじゃないかって、最後っていうのは それまでの意味みたいなことだから、ってひっくり返すみたいなことは映画でやってみたいな。なるほど、うん、ご覧になっていただいて分かるように、はい、まあ、外国日本映画っぽくない感じを、ね、はい、どう演出して作っていけるかみたいなこともあったんで、はいはい、まあ、だからそういう理不尽さと、はい、まあ、一回と現世が孤立、はい、地続きで、そういうところは割とイザナミ神話とか、はいはい、そうだし、ギリシャ神話とかそうなんだけど、はい、イザナミ神話で振り返らなくれって言ってるし、ですよね、うん、まあ、だからそういう日本的なモチーフと、はい、それがだからその元々あったコンビニに対する違和感と、その外国映画にまさにおっしゃってもらったある種の理不尽さって、はいはい、なんでこの人はこうなるんだろうっていう、いくつもないのに急に来るが怖いみたいな、そうですね、ところとか、もう常にあのコンビニのオーナーの南雲さんは本当に常に異様なオーラを放ってますからね。骨格政治が、いやもう本当にだから今回、うん、あの片山さんのね、片山ゆきちゃんの、うん、あの何やろ、無機質な演技ってすごいなそうですよね、あれすごいですよね、うん、なんか急に変なテンションに持っていけたりするんだけど、ですよね、うん、最初に音量上げろって映画を撮ったので見ました、はい、で、はい、アルザドが生体ドーピングして血吐くんで、はいはいはい、でそのキャリーみたいに血を浴びてギャーって叫ぶオーディションに片山くんが来てくれて、その時に叫んでくれみたいな話になって、うんうん、でギャーみたいなことを叫んだら、なんかそのテンションが面白かったんですよね、はいはいはい、芝居の、はい、で、だから金山さん面白いから別の役でって言って出てもらったのが最初なんです。そうなんですね。今回も本書いてて準備公開、いつも決定校になってからキャスティングを始めるの、はいはいはい、岩間さんとか瀬とかも含めて、はい、決定校ができてからキャスティングを始めるんだけど、はい、本当に片山だけ準備校の時に、あ、このジグザグは片山、ジグザグって役なんで、はいはい、そうです、片山さんにやってもらったら面白いんじゃないかなって、それはまさにおっしゃってた、そのなんかよくわかんない無機質さみたいな。そうなんですよ、無機質やのに、うん、あの本当にスイッチ入ったらなんか面白いことやり始めるとか、そうそうそう、なんかそのスイッチの入れ方みたいなのが面白いんですよね、芝居と。なんか自分のことよくわかってらっしゃるんでしょうね、多分ね。ああ、そうなんですかね。あの多分あの顔のほら割とのっぺらした顔じゃないですか、うんうん、だからそんなに特徴のない顔だから、うん、スイッチ入れるとどうなるっていうところの面白さが出せるっていうのは分かってるからちゃうかなと思うんですけど、なるほどね。それ前に教えてほしかったすいません、すいません、あの次撮る前に言っといていただいた僕が前田敦子ってなんか妙な、はい、まあ、変な言い方なんだけど、見た人の感想で、まあ、あれ生きてるのか死んでるのか分からない、なるほどな、なんか、うん、そのいい意味での気持ち悪さみたいなのがあって、うんうんうん、意味本能みたいなのあるじゃないですか、うんうん、すごい無意味なことに対する恐怖っていうか、はい、で勝手に意味つけちゃうんですよ、ね、そう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 、こういう意味、うん、こういうことだからって割と男のお客さんに多いタイプなんだけど、なるほどな、うん、最後ですね、はい、あの監督からあの見ている方に一言ですね、おっしゃっていただいていいですか。はい、まあ、この映画でその異界をアドベンチャーする、その異界にいろんな意味があって、いろんな意味があるようでないようなっていうところで、それぞれが皆さんが自分の意味本能こうやってこういうことなんじゃないかって考えながら体験してってもらう、ある種の変な、まあ、テーマパークじゃないですけど、うんうんうん、体験型のなんか脳が体験する、ホラーあるいはサスペンスみたいな風になってればいいなと思うんで、あんまり理屈を、はい、あれなんだけど、それでも自分の中でこういうことなんじゃないかって思いながら見てもらうっていう、監督投げっぱなしみたいなことですよね、まあ、そういう楽しみ方してもらえると、はい、夏面白い体験になってもらえればいいなと思うんで、そうですね、はい、あ、そうか、だから夏なんで、ええ、まあ、ある意味そのちょっとお化け屋敷に行く代わりに、はい、うん、あの異界にちょっと遊びに行くのに映画を見ていただくっていう、面白いかな、はいはいはい、いや面白いと思いますね、まあ、なんせそのいろんなところにある作り込みとか、ええ、いろんなものとかがこまごまとしたのが突っ込みどころ満載なので、あのそれをどこまで見つけられるかという楽しみもあると思うんですけど、ええ、なんか機会があればね、その、はい、場所で、はい、あの上映して、はい、お客さんが勝手に意見を、あ、いや、いいなぁ、いや、いや、やらせてください、ぜひまたよろしくお願いします、はい、あのマテリアル谷町でひょっとしたら、この作品が、はい、上映できる日が来るかもしれませんので、はい、皆さんあのよく覚えておいてください、よろしくお願いします、はい、はい、ということで今日は、コンビニエンスストーリーの、三木聡監督でした、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、はい、ということで終わりました、ありがとうございました。
いやー最後嬉しいこと言ってくれたよ。はい、嬉しい。まあ、リップサービスとしてもね嬉しいですよね。いやもう本当にできればまあまあこれ多分あの配給の問題があるから、ね、あの東映さん配給なんで、うん、あの、はい、難しいけど、配給が一回終わってから出ないと多分無理だと思うので、夏は過ぎてるかもしれんけどね、はい、うん、でもあの多分ね、見てもらってなかなか面白い作品だと思いますんで、うん、はい、はい、あのぜひ、またここでね、はい、ここでね、あの成田亮君とか、はい、前田、まあっちゃんとかね、僕がちょっと今押したら片山由紀ちゃんとかが、はいはい、あのロカスク誠司さんもそうですけど、はい、このスクリーンに、はい、映し出されるという日が来るかもしれませんので、はい、皆さんぜひ覚えていてくださいという感じなんですが、はい、はい、ということで、まあ、一応これね、はい、このプレゼンありかなしかなので、はい、ちょっとありかなしかだけちょっとね、はい、今日は、はい、私ですね、はい、私ですね、私です、はい、ということなので、はい、よろしくお願いします。それでは、このプレゼンありかなしか判定。めっちゃ見たいですね、面白そう、うん、ね、ね、はい、あの異界っていうのが、ね、異界にちょっと行ってみたい、ね、いやだからね、ちょっと一瞬ほらネタバレやんって言ってたけど、うんうん、あの全然ネタバレになってないの、うん、この話を聞いて見に行ったら、あのことっていうのが分かった時にまた面白くなるから、多分ね、このインタビューを見てから映画を見た人っていうのは、はい、うん、映画のガイドを持って見に行ってるので、あそういうこと、あれのこと言ってたんだっていう感じで見てもらえると、うん、おそらくもっと面白くなると思います。そうですね、はい、はい、とにかくね、監督がおっしゃってた、異界感、その普段生活している場所じゃない、よく似てんだけどちょっと違うよねみたいな、この違和感みたいなのを映画の中からどう感じ取ってもらえるかが、多分この映画を楽しめるか楽しめないかのポイントなんですよ。だからその違和感をどうその感じ取って、で勝手に意味付けしてみたりとか、あこれこういう意味かなと思ってたら、あのさっき言ってたみたいに、はい、あのね、梅干し出てくるんだよ、梅干しの日に出てきたねみたいな話なんですけど、はい、はい、そうそう、が出てきてもう断ち切られちゃうみたいな、はい、その経験を体験をこの映画でね、うん、ぜひやっていただきたいなと思うんですけど、見たい、はい、はいはい、ぜひ、コンビニエンスストーリーですね、はい、あの8月5日から、はい、まあ、あの公開されますんで、全国でね、はい、いろんなところで公開してますんで、ぜひあの見ていただきたいんですが、はい、ですね、なんとこのインタビュー、さっき言いましたよね、僕30分あるんですよ、はい、うん、でめっちゃキュッてなってた感じが、そうそうそう、だいぶいろいろ飛ばしてるから、うん、うんってなってることも多いと思うんですよ、うん、これね、だからね、今日のやつダイジェスト版なので、はい、ノーカット版をですね、やったお出ししたいと思います、はい、はい、絶対にこれだけはカットしてって言われてるところがあるんで、そこだけはカットしますけど、うん、ほぼノーカット版を、別で出します、別で出します、はい、で出してますので、これを見た後ですね、ぜひ、ご覧いただきたいなと思いますので、はい、そちらの方も合わせてご覧いただきたいと思います。はい、ということで今日の、このプレゼンありかなしかでした。では次、あゆみ、はい、本日です、はい、夏休み親子チョイスということで、はい、この映画を楽しみたいと思います。はい、ファーストチョイスがシング、これ10時からスタートになります、うん、はい、セカンドがアラジン、はい、実写版ですね、はい、13時スタートになります、はい、そしてサードが夜の大人の会となります、はい、19時スタートのライフイズビューティフル、はい、こちら3本を楽しみたいと思います、はいはい、そしてね、今日はこれなんですが、はい、明日も31日も同じ内容で楽しみたいと思いますので、はい、ぜひぜひお越しください、はい、ちょっと、親子チョイスということで参加料が変わります、うん、大人が1000円、はい、子供が500円ということで、はい、楽しめますので、ぜひぜひお越しください。はい、はい、8月に入りまして金曜シアターですね、はい、8月5日金曜日に、はい、演劇派カラーズのいつか見た映画のように、うん、を上映いたします、はい、はい、これいいよ、うん、めっちゃいいよ、はい、でお時間が18時会場の19時スタート、料金が1000円プラスワンドリンクのオーダー制となっております。限定が15席となっておりますので、早めにご予約お願いいたします。
ついつかめた映画のように脚本を演出お高部五郎です、はいはいはい、2018年の上映作品となっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください、パンフレットも作りました、はい、はい、そうですね、はい、はい、はい、そして6日がチョイスでございます、はいはい、6日のチョイスはこの後、はいはい、たっぷりとお話しさせていただきます。はい、はい、以上となります。はい、はい、ありがとうございました。はい、では行きます。はい、行くよ。今日のグッバイ。はい、ということで、はい、はい。こちら、魔法の絵本。はい、これすごいよ。これね、めっちゃいいんですよ。はい、めちゃめちゃ面白い。はい、いつか見た映画のようにこの金曜シアターで流す時にもお話出てきますね、はいはい、出てきますね、名前出てきますね、はい、出てきてますね、はい、はい、っていうやつになります、はい、はい、はい、ね、めっちゃね、このパコがめちゃめちゃ可愛いんですよ、うん、ね、もうパコが病気で1日しか記憶がない、1日で忘れてしまって、今日はお誕生日の日に交通事故に遭ってしまって、でそれで今日パコ誕生日なのから始まって、だけど役所広司さん演じる、何だったっけ、大貫や大貫さんは、自分がもう病気で覚えられてることが好きや、周りの人にこう関わってもらうのがすごく嫌な人なんですね。だけどその1日で記憶がなくなってしまう少女とその大貫のこう関係性とかもね、すごく面白いので。なんたって可愛いんですよ、いやいやいや、もうなんかこの、これね、全体がこれ、ね、本当ね、うん、この作品の世界観からは信じられへんぐらい怖い監督なんですよ、中島監督、うんうん、めちゃくちゃ怖い人っていうのはもう業界では超有名なんですけど、うん、まあもちろん別にあの現場でしっかり締めたはるから怖いっていうだけで、普段から怖い人ではないんですけど、はい、あの乾きとかやった人ですからね、そうですよね、乾きの監督なんですよね、中島監督のやつが、はい、なんでかこんな可愛い内容というやつ、はい、めちゃめちゃいいので、はい、はい、見てみましょう、はい、そしてもう一つリミット、はい、リミット、これ情報がねあまり詳しくないでください、はい、はい、この 目が覚めたら箱の中脱出不可能って、箱の中で行われてるお話ですよね、要は棺の中なんですよ、あ、棺の中なんですよ、うんうん、あの土こう開けようとしても、うん、あの土の中に埋まってるからもう開けられない、あ、なるほど、ほんだら見たことない携帯電話があって、うん、充電切れ間近の携帯電話、そうそうそう、オイルのつきかけたライター、そうそう、で、もうだん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 と空気がなくなって、ね、残り90分の酸素、もうだから完全にシチュエーションですよね、めっちゃ怖いですよ ねそれって、うん、だからこれが一人でこう90分成立するかしないかっていうところが、ね、映画としての肝ですね、はい、はい、こちら楽しみたいと思います、はいはい、2010年公開作品となってます、ね、12年前ですよね、新しいっちゃ新しいです、ね、あのライアン・レイノルズなんで、あの本当にあの、演技はすごい人だと思うんですけど、はい、僕も見たことないんですよ、でもリミットっていうタイトルは聞いたことある、うん、なんかこうその密室系のやつが流行ったって感じですね、ありましたね、ありましたね、キューブ、うんうん、あ、キューブ、はい、なんかいろんなところにこう、はい、何人かだと取り込められる、はい、こちら日本を楽しみます、はい、6日ですね、3日の日になっております、はい、はい、ということで、はい、はい、はい、ということで、今日のグッジョブでした、はい、ということでそのままエンディングに行ってみたいと思いますけど、なんか今日早いね、早いなんかサクサクっといった感じで、サクサクといった、はい、はい、まあまああれなんですけど、7月30日ですよ、はい、7月終わり、もう終わります、7月が、うん、そうね、で8月になって、8月といえばですね、はい、カムイ映画祭りが、はい、はい、ございます、ございます、はい、26から、29までということで、平日月曜日なんですよね、ラストはね、はい、なんとかですね、頑張って皆さん来ていただきたいなと、はい、今ちょっとコロナがね、
どうなるんだろう。なんかもうなんかね、あのケンタウルスとかなんかもうすごいこと言ってますけど、まあまあ、何年ぶり、何年越しこれ、3年越しぐらい。そうですよね、コロナ中。コロナが始まる前にやろうとして、そうそう、20年の4月にやろうとしてあかんかって、21年にやろうとしてまたあかんかって、22年3度目の正直ということで、はい、なんとか、頑張りたいと思ってますので、ぜひぜひまた来ていただき、あの詳しいことはまたね、お知らせいたしますので、ぜひ皆さん、あのカムイ映画3本ございます。そして4本目がもうすぐ完成ということですので、ぜひそれも含めてですね、期待してきていただければなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、あ、来週も、はい、また映画監督の、インタビューになってますので、はい、お楽しみに、していてください。はい、はい、それではこれで終わります。ありがとうございました。はい、さよなら。